はい、タンタンです。今回ご紹介するのがヘッドウェイのウクレレですね。 UCBCM っていうんですかね、9番マホガニーっていう、マホガニーを使ってるモデルになります。で、サイズ的にはコンサートサイズになりますね。でデザインはマーチンでいうところのスタイル 3M にもう非常に近いデザインになってますね。こういう特徴的なインレイであるとか、シバンのインレイデザインなんかも 3M にもうほとんど準じているかなという感じですね。結構新しい楽器の割にはすごくなりますね。ボディのサイズももちろんあるんですけれども、非常にこう軽やかな感じになってくれるので、サイズもあって非常に使いやすいウクレレじゃないかなと思います。フェグもこれプラネタリーの5等のやつですね、使ってますんで非常にチューニングもしやすいですし、こう演奏性の高いモデルじゃないかなと思います。全体的にやっぱり非常にいい材料をこうやって見ても使ってますね。はい、今回こういった形でまた出させていただきましたんで、ウクレレね、結構本物のスタイル 3M は高いですし、あとコンサートサイズはねなくてソプラノサイズだけになるんで、このデザインでね3のデザインっていうのはなかなか面白いと思いますんで、ぜひご検討いただければと思いますんでお願いいたします。タンタンでした。